クエちゃん何してんの、ゴロゴロやめなさい、ほらほら危ないから。おはようございます、ボスコのクエちゃんのパパです。あ、おはようございますじゃないですよね、こんにちはこんばんは、ボスコのクエちゃんのパパです。ということでね、今ね朝一の撮影、しております。撮影はね朝なんですが、もうクエちゃんテンション上がりすぎてね危ない、パパもね寝起きです。寝起きでね裸足なんで踏まれちゃうとねかなり痛い。今日はねサムネイルにもありました通りね、グレートデンのクイちゃんね、まあ、ボスコね今寝ているんですが、キャンプ用品ね届いたんでね、開封していきたいなと思います。ボスコのクイちゃんとね、まあ、お庭でね、ちょっと外でご飯作ってみたりとか、またね、キャンプね行けたらいいな的な、これからね冬やのにね今更クイこれクイちゃんなんじゃないこれこれで、パパもねまだね、ダンボール開けただけでね痛いとかってね、クインちゃんがね足踏むダンボール開けただけでまだね何も見ておりません。で、商品はね何個買ったかな声がねガラガラ、結構ね買いました、いろんなね商品買って、全部ねキャプテンスタックかな、はい、クインちゃんキャプテンスタックっていうね、安いね、キャンプ用品のメーカーでね、ネットで購入しました。これもう入れ方が雑い、入れ方が雑い。でまだね届いていないね商品もねいっぱいあります。なんでまたねそれはね後々ね届いてからね撮影したいなと思います。じゃあ一個ずつね出していこうかな。くんちゃんくんちゃんくんちゃんのおもちゃじゃないねん今日は、ごめんな。くんちゃん今日はくんちゃんのなおもちゃじゃないねんな、わかったな、くんちゃんわかった、はいはいはい。とりあえずねここうららの毛がやばい、これがリアルなねワンちゃん猫ちゃんいるね家庭かなと思います。とりあえずねカメラ固定しようかな、ちょっとねでもパパ映っちゃうんで、もうこのままね出していきます。よいしょよいしょ、今こんな感じでねカラカラカラ、ランタンもねもう初心者なんで LED にしときました。なんかねこうやってね見てるといろんな商品があるんですが、なんかねいっぱい買いました全部ね全部キャプテンねスタッグさんの商品やっぱね安いです、安くてねなんかこう口コミ見ててもねおすすめやったんで、こちらの商品ね、購入しましたが、またね今日もね本日今撮影日朝なんですが、今日のお昼にもね、また届きます。これコップでかいな、こんなでかいとはね思っていませんでした。よいしょ、これねもうコップだったりとか、これコップキラキラしてあれやな、カラカラカラで痛い、クインちゃんクインちゃん痛い、もう朝からねパパねほんま寝起き、もうねもうなんならね10分ぐらい前にね起きてね、箱開けております包丁まな板セット、もう何が必要かもわからない、パパは何をね揃えて何が必要かもわからないんで、でお玉とりあえずね口コミ見ながらねいろいろ買ってみましたが、バーナーはねシングルバーナーってタイプになるのかな、あれはねまだ届きません、売り切れやったんで、またね後々届こうかなと。でネットで購入したんですが、なんかね手数料ね結構取られて、いくらやったかな、4万円分ぐらいかな、4万ちょっとぐらいね、なんかちょこちょこ買いました。なあクインちゃん、今日はこんな感じでね以前ねクインちゃんとかねボス君とか愛犬とねお外でご飯食べたりねキャンプしたいななんてね話をしていてね購入したんですが、まあ、メーカーもねキャンプ用品いろいろあってどれがいいかわからない、そしてね揃えたらやっぱ高いんで、とりあえずね口コミ見ながらね安くておすすめな商品的な感じでね調べてるとねキャプテンスタックさんが出てきたんで、こちらね購入しました。でサンドイッチ、これはサンドイッチホットサンドトースターというね、なんかこうサンドイッチメーカーではないですが、そんな感じのものに、カラ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 で椅子にで、一応ね子供もね一緒にできるようにねちょっとね多めにこれに、こんなでかい、こんなねちょっとね反射するんでこのままですが、こんなでかいとはね思ってもいませんでした。で、これに、よいしょった、よいしょ。でこれはね口コミ良かったですよ、アルミテーブルね折りたたみのかなりコンパクト、なんか蓋がないぞ、ここ、こんなもんなのかな、ちょっとねネットやしこんなもんなのかな。で夜間あれまな板1個足りん、まな板が1個足りひんぞ多分、あれまな板が足りひんような気もする、まな板ちゃうわ、なんかね商品ね足りていないんで後でねもう一回
ちょっとね、正直自分でね、何買ったかも覚えてないんで、後でね、もう一回ね、チェックしたいなと思います。なあ、くんちゃん。もう朝からね、こんな感じでございます。なあ、嬉しい、くんちゃん。これで一緒にね、なんかこう、愛犬とね、お出かけできれたらなと、思って購入したんですが、まあ、ワンちゃんだけじゃなくてね、子供たちもね、お外でご飯とかね、楽しんでくれるんじゃないかなと、ちょっと期待はしております。なあ、でもクイちゃんが一番楽しみなんやろ？なあ、そんなテク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 パパの足を何回も踏んで。なあ。で、今日はね、ほんとね、パパ、素人なんで、あんまりね、詳しくわかりませんが、とりあえずね、ここにある商人って、パパが商人かってこれね、クイちゃんこれどう？これ、買う？なあ。買いますか買いませんかみたいなね、テレビでありますが、キープ的なね、商人じゃないです。商品です。ほんま素人なんでね、ざっくりとしかね、こうやって撮影しません。主にね、ワンちゃんなんで、キャンプに関してはね、素人なんで、まあこれとね、今日届く商品と、また、後々ね、来週ぐらいにもまた届きますんで、まあ、じゅるじゅるね、クイーンちゃん、ボスコを撮影しながらね、撮影して、で、また実際にね、使ってみてどうなのかなっていうのもね、ざっくりね、伝えれたらなと思います。な、最近ね、よくね、YouTube で海外のね、海外の方がね、この、かっこいいオフロードのね、ジープに乗って、愛犬ラブラドール連れてね、男性の方がね、旅をするみたいなね、動画があるんですが、それをもうずっと見ている。見なくてもね、ご飯中もついています。そんなんばっか見てね、ちょっとね、してみたいなと思い。なあ、くんちゃん。くんちゃん、嬉しいな。くんちゃん、嬉しい？ほんまに。こんなんよりおもちゃが良かったよな、くんちゃん。最近ね、くんちゃんね、自分のおもちゃよくね、なくします。どこになくしてきてんの？クイーンちゃん。あ、ちょっとね、サムネ撮りたいな。クイーン、ここ吸えわ。クイーン、吸え。クイーン、はい、吸え。クイーン、クイーン、クイーン、はい、吸え。なんでそんな距離あんの？ステイ。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 いつもね、こんな感じでね、ステイ。サムネ撮っておりますが、距離感が、この、距離感が。いつもね、こんな感じでね、サムネ撮ってね、後からね、スクショして、サムネ作っております。ちょっとね、もう朝一でパパもね、頭回転回らなくて、ぐだぐだでございます。なあ、くんちゃん、ほら、箱、くんちゃん、ほら、ふい、箱あんで箱。なあ、箱あんで、猫やったらね、箱とかめっちゃね、遊ぶんですが、ワンちゃんはね、あんまり興味ないかな、箱には。ふい、よいしょ、なんかちょっと入れ方も雑いですが、これがね、まあ、ネットなんでね、こんなもんかなと。なあ、ということでね、とりあえずね、バーナーね、これはね、火起こすやつかな。とりあえずバーナーないんで、家のね、カセットコンロでね、何かね、お外で、調理してね、作ってみて、で、まあ、練習してみてね、慣れたらね、ワンちゃんとも一緒にね、したいなと思います。いきなりね、ちょっとするん怖いんで、ね、ワンちゃんと、クイーン、こっちで、クイーン、こっちで。クイーンちゃんってね、サムネ、かわいいサムネが撮りたいのにね、サムネが撮れないパパでございます。して、あ、もうこんなんでいいかな。クイーンして、こんな感じでいいかな？これをね、サムネにしとこうかな？なあ、クイーンちゃん、これでいいよな。クイーンちゃん、今日はちょっとね、あんまりクイーンちゃん映っていません。ということでね、パパも息切れがやばいもん、とりあえず喉乾いてね、寝起きでね、商品は昨日届きました。商品昨日届いてね、早く開けたかったんですが、もう眠たくてね、速攻寝てしまって。なあ、クイーンちゃん、嬉しいな、これで何すんのってパパ。これで、パパ何すんのって、これで遊べんのって、これ食べ物ですかって、食べ物ですか？遊べるんですか？クイーンちゃん、なんですか？クイーンちゃん、かわいいな、かわいい。しし嬉しいな。なんかね、こうやってね、クイーンちゃん多分ね、何か期待しております。これは、おもちゃ、こんないっぱい買ってくれたのかなとかね、それとも、これは何やろ、食べ物かなとかね、多分ね、いろいろね、考えてるんじゃないかなと思います。じゃあね、今日はね、こんな感じで、クイーンちゃん滑ってきて、クイーンちゃんの足がね、滑ってきて、見ていてください。クイーンちゃんの足がね、滑ってきて、クイーンちゃん、かわいい、足が滑ってきて、クイーンちゃん見ていてください。いきますよ。よしよしよし。かわいい。そんなね、ところもかわいい。こんな大きなワンちゃんでもね、かわいいです、やっぱり。じゃあね、今日はこんな感じでね、動画終了したいなと思う。ダウン、ダウンすんのかい。こんな感じでね、動画終了したいなと思います。ちょっとね、鼻が垂れてきた。ねえ、クイーンちゃん。よしよし、耳の後ろは気持ちいいですか。ということでね、まあ、とりあえずね、何かしら作ってね、簡単なね、カレーとかじゃなくて、何かこう、ウインナー焼いてね、とりあえずなんか焼きたいな。ね、ケンちゃん。で、商品ね、入っていない商品もありそうなんで、またね、お問い合わせして、商品送ってもらわなあかんね、ケンちゃん。よし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 。ね。
嬉しいか、くんちゃん。くんちゃん嬉しい。くんちゃん嬉しい。耳気持ちいい。ね。うん。じゃあね、いつもボスコンくんちゃん見てくださりありがとうございます。365日夕方の6時投稿しておりますので、もしいいねと思った方、いいね、コメント、チャンネル登録、うわお、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。おー、かわいいくんちゃん。くんちゃんかわいい。